アラスカ・フォックス諸島沖の孤島シャドウ・モセス島にある核兵器廃棄場フォックス・ハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊が突如として放棄島を占拠した。彼らが政府に突きつけた要求はビッグボスの遺体だ。それが24時間以内に受け入れられない場合、彼らは核を発射すると通告してきている。君に依頼する任務は2つ。廃棄所に潜入して人質として捕らわれたダーパ局長ドナルド・アンダーソン、アームステック社社長ケネス・ベーカーの両名を救出すること、そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。レセニュー潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。そこからは小型潜水艇を射出する。島に再接近後、潜水艇を吐き、あとは泳ぎだ。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド、かつて君が所属し私が指揮を執ったこともある特殊部隊だ。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイ・オクトパス、巨漢のシャーマンバルカン・レイブン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバー・オセロット、そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダーリキッド・スネークだ。リキッドスネーク、君と同じ暗号名を持つ男。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達、非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。気を抜くな。俺は今からうるさいハエを落としてくる。
ジャースネーク、大佐、聞こえるか？良好だ、スネーク。状況はどうだ？やはり地上へのルートは中央の昇降機だけらしい。そうか。予定通り昇降機を使って地上へ出るしかないか。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから連絡がある場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった、作戦に入る。スネーク、そこに地上に登るための昇降機がある。昇降機が降りてくるまで待つしかないぞ。どこかに身を隠すんだ。これが潜入任務だということを忘れるな、スネーク。敵は多数、君は一人。もし見つかってしまったらあっという間に取り囲まれるぞ。そうなったら勝ち目はないわ。まずはそこの奥にある昇降機に乗って地上に出る。それからダーパ局長を探すんだ。こちらスネーク、地上の廃棄所前に到着した。予定通りだな。ブランクがあるとは思えん。スニーキングスーツはどう？ドライ効果は高いな。だが身動きが取りにくい。我慢して、低体温症を防ぐためよ。そこはアラスカなのよ。分かってる、感謝してるさ。君が注射してくれた不凍液のおかげで水中で凍りつくことはなかった。不凍とペプチドよ、スネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。ところで陽動作戦の方はどうなった？すでに F-16 が2機、華麗な基地からそちらに向かっている。今頃はテロリストのレーダーにも捕捉されているはずだ。ハインド D。 大佐、ロシアのガンシップがなぜここにある？わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。今のうちに潜入してくれ。彼らの指定したタイムリミットまで18時間を切っている。
もう時間がないんだ。それにしてもこの嵐の中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ。ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイ・リンだ。画像データ処理の専門家として同行してもらった。レーダーや無線機については彼女に聞いてくれ。はじめましてスネーク。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。どうしたの。いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったもんでね。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。そうみたい。これから理解を深めていくことにしましょう。それじゃあソリトンレーダーの説明をするわ。中心の交点がスネーク、あなたよ。赤い交点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。スネーク気をつけてね。ゲノム兵はジンセラピーを受けているから視覚と聴覚が鋭いわ。視界に入らないように注意して。まずは廃棄所に潜入してダーパー局長を探すんだ。局長にもあなたと同じ GPS 発信機用のナノマシンが注入されているわ。レーダー上に緑の光点となって表示されるはずよ。彼からテロリストたちの情報を聞き出せ。もし生きていたらの話だがな。スネーク、ソリトンレーダーは気象には影響されないけど、敵に発見されると使えなくなるわ。うん、簡単に妨害されてしまうんだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術なの。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから気をつけて。君の行動はレーダーを介して我々がモニターしている。何かあれば無線機を使ってくれ。わかった。寂しくなったら連絡する。無理をしないでスネーク。何かあれば私たちに相談して。潜入データの記録も私が担当してるの。セーブしたいときは私に連絡してね。周波数は 140.96。 セーブ用の専用回線よ。覚えていてね。今回も双眼鏡以外の武器装備は全て現地調達だ。ドクターに丸裸にされて何もかも取り上げられたからな。あの時の気持ちも分かってもらいたいな。分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。それは夢のある話だ。悪いがタバコだけは携帯させてもらったよ。どうやって。胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。潜入するとすれば、まず正面の扉、一番の近道だが、敵に見つかる可能性が高そうだな。ノックしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。正面扉の脇にあるダクトはどうだ。2階にもダクトがあるはずだ。ここからでは見えないな。潜入ルートは君次第だ。スネーク、頼むぞ。スネーク、相手はサーチライトを使って警戒をしているようだ。敵に見つかるぞ。光の輪に入るな。スネーク、君の任務は潜入だ。戦闘ではない。敵に見つかるなよ。まずはダーパ局長を救出するんだ。正面の建物に潜入しろ。侵入口を探せ。輸送用のトラックがあるようだな。きっと施設内の荷物を運搬するために使われているんだろう。よし、武器を手に入れたな。銃はむやみに発砲するなよ。音で敵に気づかれるからな。
サプレッサーを装備できる銃ならば銃声を消せるんだが、武器や兵器に関することは軍事アナリストのナスター社に聞くといい。ナスター社の周波数は 141.52 だ。ナスター社ロマネンコだ。よろしくな、ソリッドスネーク。あんたが大佐の言っていた核の専門家か。そうだ。核に関する質問があったら何でも聞いてほしい。それにこれでも軍事アナリストだ。兵器の知識でも君をサポートできると思う。この作戦には各緊急捜索チームの顧問として参加を要請された。喜んで引き受けさせてもらったよ。テロリストによる核攻撃など許すわけにはいかない。協力させてくれ。随分と勇ましいんだな。実際に核が撃たれようとしているんだろ。核の問題というのは全人類にとって常に他人事ではありえないんだ。傍観はできない。と言っても今の私にできるのは君に助言をすることぐらいだが。それで十分だ。誰もあんたにここに来て戦うことなどは望んでいない。それは俺の役目だからな。ナスター社、よろしく頼む。こちらこそ。スネーク、マクドネルミラーだ。懐かしいな。マスター、どうして。私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官としての経験知識を役立ててくれ。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。ダーパの局長は地下1階の独房に移しておいたぞ。通風口の掃除は。さっき通風口の蓋を開けた。これからネズミの駆除を始めるところだ。地下1階の通風口、終わったら通風口の蓋を閉めておけ。それと独房の女を見張ってろ。気を抜くんじゃないぞ。独房の女、何かあったのか。侵入者がいるんだ。本当か。もう3人もやられている。3人も殺されたのか。ああ、しかもそいつはステルスらしい。ステルス。俺の他に誰か侵入者が。とにかく局長の警備を強化しておけ。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。監視カメラがあるな。その機種は監視センターに無線で映像を送信するタイプだ。チャフを使えばカメラを無効にできる。サーマルゴーグルは熱源の分布を画像にするものだ。光ではなく熱をイメージ化するものだから、完全な暗闇でも有効だし、たとえステルス迷彩でも視覚化できる。だが目が疲れるから使いすぎには注意しろ。そのシャドウ・モセス島の核兵器廃棄所は今世紀初頭に作られた。廃棄核弾頭を一時保存しておくためだけにな。なぜ。廃棄されたのならばさっさと解体してしまえばいいだろう。それができないんだ。解体した核弾頭から出る核物質、
それを保存しておくための核物質貯蔵施設が収容能力を超えてしまっているせいでな。かといって第二次戦略兵器削減条約スタート2を推進する手前、核弾頭の廃棄をやめるわけにもいかない。そこで一時しのぎのためにこの孤島に核兵器廃棄所が作られたというわけか。軍縮で核の脅威は遠のいたと思われているが、逆に今回のように廃棄核兵器や核物質を使ったテロが起こる危険性も大きくなっているんだ。皮肉だな。レーダーを見て、ダーパ局長を捉えたわ。緑の光点で映ってるのがそうよ。早く助けてあげて。スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか。主観でよく探してみろ。どうやら風邪をひいたようだ。アラスカがこんなに厳しいなんてな。しかしあの女、結構いい線いってるよな。女か。奇妙な。ごめんなさい、ソリトンレーダーは狭い空間では使えないの。音響共鳴が激しい場所では電波が複層して地形データが解析できなくなるからなんだけど、広い場所に出るまで我慢してね。中国にはね、ヒップの言う一人に適するものなりっていうことわざがあるの。むやみに戦いを求める愚か者の勇気は一人の敵を相手にするのが精一杯って意味よ。スネークはたった一人で敵の中に潜入してるんだから、やたらと戦闘を仕掛けたりしないで慎重に行動してね。分かってる。ことわざに詳しいみたいだな、君は。私、生まれも育ちもアメリカだけど、国籍は中国、広東省なの。母国の文化には興味があって、いろいろ勉強したわ。これからもいろいろなことわざ教えてあげるね。そりゃありがたい。だがそれよりも君のことをもっと知りたいな、俺は。そのうちね。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト？奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ。奴らは核を撃てる。どうやって撃つつもりだ。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設だろう。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。いいか、ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何？地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する核搭載歩行戦車メタルギア。まさか。知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ
私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん。メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった。奴らの決起さえなければな。決起？レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス？メタルギアレックス、新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。奴らはその道のプロだ。兵器の整備、取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ。静かにしてろ。しかし、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー。アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。喋ったのか？サイコマンティスは人の心を読む。抵抗はできん。サイコマンティス、オックサンドの一員だ。レーディング能力を持っている。厄介だな。おそらくマンティスはベイカーのパスワードも。もし奴らがベイカーの起爆コードを手にしていたら。そうだ、いつでも核を撃てる。だが核発射を止める方法はある。何？鍵だ。鍵？システムの開発元であるアームズテック社が緊急時のために用意しているものだ。暗号を使わずにセーフティーを入力、解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。あの鍵が？その鍵はどこに？ベイカーが持っていたはずだ。いいか、鍵は3つ必要だ。ロックは3箇所ある。それを解除すればいい。鍵は3つあるんだな。それで、そのベイカーの居所についてあんた何か知っているか？地下2階のどこか。地下2階？妨害電波が出ている地域に移されたらしい。見張りがそんなことを言っていた。手がかりは？奴ら入り口を塗り固めたらしい。だが十分な時間はなかったはずだ。壁の色が違うところを探してみてはどうだ。これを渡しておこう。私の ID カードだ。セキュリティレベルが1の扉なら開く。このカードはパンという人体通電技術を使っている。パーソナルエリアネットワークか。人体の持つ塩分を伝導体としてデータ伝送を行うものだ。扉のセキュリティ装置に近づくだけでカード内のデータを確認する。近づくだけで扉を開けられるということだな。分かった、脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。なんだ？他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか？お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないんだな。くどいな。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか？それは奴らの問題だ。俺の任務とは関係ない。しかしペンタゴンは。ペンタゴン？どうした？なぜ？どうしたの？何かあったの？ねえ！死んだ。
局長が何があった？わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作？もしや大佐、俺に何か隠しているのか？ない、分かってくれ。今回のテロはコードレッドのセキュリティレベルが敷かれている。真相を知るには最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか？本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そっから脱出しろ。ベイカー社長を探すんだ。動かないで。局長を殺したわね。ひどいこと。リキッド？いや違う、動かないで。人に銃を向けるのは初めてか。手が震えてるぞ。出るか、新米。バカにしないで。新米じゃない。嘘をつけ。視線が定まらず自信が感じられない、その目つき、新兵特有の目だ。生身の人間を撃ったことないだろ。無駄口の多い男ね。安全装置が外れてないぞ。言ったでしょ、新米扱いしないで。奴らの仲間じゃないな。そこの扉を開けなさい。カードを持ってるでしょ。どうして？ここからおさらばするためよ。その必要はなくなったようだな。何をしてる。撃て、拾うな。何をしてる。撃て、拾うな。言ったでしょ、新米扱いしないで。撃て。もうあんたには用なしね。待て、お前は一体。バカな、殺してしまうと。すいません、つい。こいつの精神防壁は強力だ。ダイブできなかった。まずいな、このままでは起爆行動は。ボス、俺にいい考えがある。今おかしな幻覚が見えた。ナノマシンの故障じゃないのか？いいえ、スネーク、ナノマシンは正常に作動しているわ。じゃあ何だって言うんだ？それはきっとフォックスハウンドのサイキック、サイコマンティスの精神干渉ノイズよ。彼の記憶の一部が逆流してきたんだわ。あれがマンティス。スネーク、サイコマンティスは人の心を読むことができるサイキックよ。ダーパ局長の起爆コードも彼に読まれた。早くしないとベーカー社長も。ああ、彼の起爆コードさえ手に入れればテロリストはいつでも核を撃てるようになる。メタルギアを使ってな。大佐、あんたは知っていたのか、この核兵器廃棄所でメタルギアの演習が行われていたこと。知らなかった。本当か？スネーク、分かってくれ。言った通り、私は君との連絡役に過ぎないんだ。とにかく
地下2階にいるアームズテック社のケネス・ベイカー社長を助けるんだ。彼の起爆コードがテロリストに漏れる前にな。壁が塗り固められたということは、壁の色に若干違いがあるはずだ。主観でじっくり見てみろ。壁の模様が違うところを探すんだ。壁を叩いてみたら、音も違うんじゃないかしら。壁の破壊には何か爆薬が必要だ。心音爆弾か何かがあるだろう。そこは武器庫じゃないのか、よく探してみろ。ベイカー社長はその辺りにいるはずだ。早く彼を助け出すんだ。それとその辺りではレーダーが使えない。メイリンによると妨害電波のせいだそうだ。詳しいことはメイリンに聞いてくれ。スネーク、そのエリアじゃレーダーは使えないわ。妨害電波が出てるみたいなの。一体何のためかしら。とにかく気をつけてね。遅かったか。生きていたか、アームステックの社長ケネス・ベイカーだな。心配するな、助けに来た。触るな。 C4 爆弾。ワイヤーに触れるとそいつともども C4 が爆発する。お前がボスのお気に入りか。お前は。私はフォックスハウンド部隊リボルバーオセロット。待っていたぞ、ソリッドスネーク。お前が噂通りの男かどうか試してやる。こいつは世界で最も高貴な銃、シングルアクションアーミーだ。6発だ。6発以上生き延びた奴はいない。私がなぜリボルバーと呼ばれているか、じっくりと味合わせてやる。弾の気持ちがわかる。冗談を操ることができる。フォックスハウンド部隊のことならドクターナオミの方が詳しい。戦闘中のリロードがたまらない。リボルバーオセロットは元スペツナスで、ソ連崩壊後はオモンを経てロシア税務警察の突撃隊に身を置いていたそうよ。よし、控えた。さあ行くぞ。その後KGB 第一管理本部を前身とするロシア対外情報本部の特殊作戦部門に入ったらしいわ。でも旧 KGB 体制に適応することができず、スカウトされてフォックスハウンド部隊に入隊したの。お前には死の匂いにしか思えんだろうがな。西部劇やマカロニウエスタンをこよなく愛すガンマニアであると同時に、スペツナズ時代強制収容所で拷問特別顧問として参加して、その名を知られた拷問マニアでもあるわ。 KGB 本部内にはルビアンカ刑務所が敷設されていたからな。戦闘中では弾倉交換時が最も危険だが、奴はそれを楽しんでいる。だからそれを逆に利用するんだ。リロード時に勝負をかける。奴の残弾数が画面に表示されているだろう。リロードの瞬間を狙え。少し待ってろ。リボルバー式拳銃から射出される弾丸の射速はオートマチックの拳銃よりも遅い。それが厄介なんだ。銃弾の射速は低い方が肉体に与えるダメージは大きくなる。弾丸が貫通せずに体内に残るからだ。
傷の中は遅く障害が残る確率も高くなる。そのあたりも熟知した上でリボルバーを使ってるんだろう。そのオセロットという男はリボルバー式拳銃の最大の欠点はリロードに時間がかかることだ。その隙を狙うんだ。いいセンスだ。やはりボスと同じ高度を持つ男。久しぶりだよ、これほど充実した戦いは。そろそろ本気を出していこうか。何？右手だ！話せるか。君は奴らの仲間ではない。ダーパ局長は起爆コードを知られたと言っていた。あんたの起爆コードは？なるほど、ジム・ペンタゴンの使いか。質問に答えろ。起爆コードは時間がないんだ。私は喋ってしまった。何？これで起爆コードは2つとも奴らの手に渡ってしまった。私だって抵抗しなかったわけじゃん。サイコモアンテスの侵入はかわしたんだ。サイコソルジャーのリーディングをどうやって？精神手術だ。精神手術？我々のような極秘行動を知る者はみんな手術を受けている。ダーパ局長もそうなのか？そうだ。確か局長はマンティスに起爆コードを読まれたと。聞き違いじゃないのか？いや、まあいい。なぜあんたの起爆コードは奴らに知られた？拷問に耐える訓練など受けておらんからな。その様子じゃ相当可愛がられたようだな。あいつは普通じゃない。明らかに拷問を楽しんでおった。その腕は？奴に折られた。お愛子だ。あいつも腕をなくした。面白い男だな。それでダーパ局長はどうした？無事か？死んだ。なんだと？まさか約束が違うじゃないか、自分め。やはり私の口封じを。落ち着け。何を勘違いしている。俺はあんたを助け出すように言われただけだ。ダーパ局長も俺が殺したわけじゃない。心臓発作のようだった。心臓発作だ、バカな。とにかく起爆コードは2つとも奴らの手に渡ってしまった。連中完全にイカれとる。奴らなら核の発射をためらうことなどない。だろうな。一体奴らの目的は何だ？さあな。だが我々武器屋が必要とするように彼らも戦争の火種を必要としているのかもしれん。いずれにせよ好きにさせるわけにはいかない。今も鍵を持っている。鍵？起爆コードを緊急解除する鍵だ。あんたが持っていると聞いた。もうここにはない。なんだって？まさかテロリストに？いや、女に渡した。女？誰だ？一緒に独房に入れられていた兵士だ。独房？あの女兵士か。当日演習に合流したばかりの新兵らしい。放棄への参加を断って捕まったと言ってみた。当日に合流では、あの女が大佐の命？鍵は彼女に渡した。脱獄には成功したらしいが無事だろうか。無事だろう。新米だがしたたかだよ彼女は。しかしどうして脱獄のこと？彼女とは無線機で連絡を取り合っていたんだ。ここに縛られるまでな。無線？そうだ、監視から奪ったものらしい。今でも彼女が無線機を持っていたら話せるはずだ。大丈夫、持ってるはずだ。周波数帯はどこを使っていた？よし、無線機の周波数を教え。すまん、ど忘れした。くそ。そうだ、パッケージの裏に載っているはずだ。連絡を取ってみろ。ああ、まず彼女に話を聞いてみよう。
鍵が手に入らなかった場合、核発射を防ぐ手立てはあるのか。そうだな、うちの社員のハル・エメリヒという男を探してみろ。誰だそいつは。メタルギアプロジェクトの開発チーフ、優秀な技術者、少々変わり者だがな、あいつなら発射を食い止める手立てを考えつくかもしれん。方法を思いつかなければ。破壊するしかない。エメリヒなら破壊方法も知ってるはずだ。その男はどこに。おそらく核弾頭保存棟のどっかに軟禁されているだろう。ここから北にある奴の仕事場はそこだった。分かった。しかしなぜメタルギアなんだ。核の時代は20世紀末に終わったはずだ。それは違う。核の脅威は消えてはいない。前よりもよりリアリティを増している。使用済み核燃料、解体核プルトニウムは今も増え続けている。あんたどこでもいいが、核物質貯蔵庫を見たことがあるか。いや。ヒロ君がない地下貯蔵庫に核廃棄物を入れた容器が山積みになっている。核物質には有効な処理法も利用法もないからな。ただ放り込むしかないということか。しかもその管理は図算を極める。多くの貯蔵容器が腐食し、廃液が漏れ出していた。ひどいな。いや、それだけじゃない。年に何キロかのマフも発生している。マフ。核物質不明量を示す言葉だ。核物質の闇取引が横行している証拠だ。さらに冷戦の終結以来、特にロシアの核技術者は職にあぶれ、行き場を失っている。つまり核兵器製造に必要な技術者と核物質、そのどちらも簡単に手に入るんだよ。どんな小国でも核武装可能な時代になったんだ。他の核大国はどうなんだ。ロシアも中国も依然として核抑止を継続している。核廃絶の実現など不可能なんだ。だからこそ抑止理論を保つには圧倒的な兵器が必要なんだよ。それがメタルギアか。平和という幻想に基づく軍縮、折からの経済不振で我々の業界は大きな打撃を被った。大手兵器企業の買収合併、よく聞く話だな。次期主力戦闘機計画の入札にも失敗した我が社にとって、メタルギアシステムは生き残りをかけた切り札だった。そのためにブラックプロジェクトとして開発を進めていたんだが。ブラックプロジェクト。ペンタゴンのブラックバジェットによる隠密計画だ。余計な手続きを避け、兵器開発でリードタイムを稼ぐことができる。誰も手出しはできる。たとえ国防省監視委員会の連中でさえもな。癒着か。軍産複合体と言ってくれ。今回の演習結果で正式採用が決められるはずだった。あんたの会社の経営がどうなろうと知ったことじゃない。あんたら兵隊に我々の苦悩など分かるまい。ほら、これが目的なんだろ。それは光ディスクだ。ここに全てが入っている。ハードディスクは銃弾でクラッシュした。データはもうこの中にしかない。何のデータだって。例の演習データを収めている。別に届けることはない。あんたはこれを回収するように言われてきたんだ。私はあの拷問マニアからこれを守りきった。奴らはこのディスクの存在にまだ気がついていない。この方はジムに、あんたのボスにちゃんと報告しておいてくれよ。カードも渡しておこう。セキュリティレベルが2の扉ならこれで開く。歩けそうか。いや、ここで休ませてくれ。奴らももう私には用はないはず。もう一つ聞きたい。さっきの忍者は何だ。何か知ってるんじゃないのか。あれか、あれはホックスハウンドの暗部だ。暗部。実験隊、ゲノム兵士のな。知ってるのか。私よりホックスハウンドのドクターナオミ、ハンターに聞いてみたらどうだ。ナオミ。とにかく奴らを止めねばならぬ。あれが公になれば我が社も私も終わり。メタルギアは既存技術じゃないのか。それ自体はな。おい、くそ、何かしたな。まさかな。ペンタゴンの役人どもめ。そうか、そういうことか。何を言ってる。やつだ、お前が利用し。
ぜだ。大佐、聞いてるか。こいつも死んだぞ。わからん。いいか、隠し事はするな。心臓発作のように見えるけど。毒物じゃないのか。確かに大量投与すれば心臓発作を起こす薬物はいくつかあるわ。塩化カリウムとか地獄神とか。でもそれは検証しなければわからない。スネーク頼む。メリルと協力してくれ。あいつは信用できるのか。私よりは信用できるだろう。メリルに連絡を取ってみてくれ。スネーク、そこは妨害電波が出ているわ。私たちのようにバースト通信なら大丈夫だけど、通常通信はできないはず。そのエリアから出てみて。スネーク、冷静になってくれ。ナミ、聞きたいことがある。さっきの忍者は何だ。フォックスハウンドの隊員か。違うわ。心当たりはないんだな。ええ、うちにあんな隊員はいない。そうか。スネーク、頼んだぞ。ダーパ局長、ベーカー社長、2つの起爆行動は両方ともテロリストに知られてしまったということか。ああ、そして2人とも死んだ。スネーク、2つの起爆行動が奴らに知られてしまった以上、核発射を食い止めることができるのはメリルの持っているという起爆行動を緊急入力解除するための鍵と。ベイカー社長の言っていたメタルギアの開発チーフだけか。ハル・エメリヒとかいう。とにかくメリルと無線で連絡を取ってくれ。周波数はパッケージの裏に書いてあると言ってなかったか。ファマスを手に入れたか。ファマスはブルパップ式のアサルトライフルで、故障が少なく低音にも強い信頼できる銃だ。連射速度は毎分900から1000発。フルオート操作をすると25発の弾倉は数秒で空になってしまう。気をつけろよ。あなたは逃げおおせたところを見ると素質はあるらしい。独房の君が大佐の命、メリルか。やっぱり違う。誰なのあなたは。君の叔父にはめられてこんな僻地まで来た哀れな男だ。一人で何それ。英雄にでもなろうと思ったの。その辺で説教はやめてくれないか。大佐譲りだな。叔父とはどういう知り合い。腐れ縁だ。名前は。これまで名前が必要になったことはない。あ、もしかしてスネーク。ソリッドスネークなの。そう呼ばれたこともある。伝説の男。あなたが。さっきはどうも味方だとは知らなかった。こっちは分かったさ。どうして。君の目だ。目。戦士の目じゃない。新兵の目でしょ。いや、人を慈しむ目だった。さすがは伝説の男ね。いきなり口説くつもり。会えば伝説じゃなくなる。現実に直面すれば幻滅するものだ。そうでもないわ。俺の顔を見て驚いていたようだが。ええ、そっくりだったから。テロリストのリーダー、リキッドスネークか。ええ、知ってたの。まさか兄弟とか。俺に家族はいない。じゃあどういうこと。さあな、やつに直接聞くさ。それよりも情報を教えてほしい。君は最初から今回の演習に参加していたはずだ。ここで何があった。私も演習には当日合流したばかりだから。構わない。まずこの基地は何だ。ただの核兵器廃棄所とは思え。なるほど、連中のやりそうなこと。本当に何にも知らされていないのね。いい、スネーク。ここは表向きは核兵器廃棄所だけど、本当は違う。アームズテック社のダミー会社が所有する基地なのよ。ここが民間の基地。そう、メタルギア開発のためのね。くっ、大佐め。そしてその模擬核弾頭発射演習のために次世代特殊部隊とフォックスハウンドが招集された。なぜフォックスハウンドが。メタルギアの開発を極秘裏に進めたかったからよ。フォックスハウンドは未だに影の部隊だから、隠密行動にはもってこいなのよ。しかし模擬弾頭発射実験ならこれまでも行われていたはずだ。
なぜ今回に限って。メタルギアの正式採用を決定するための最終的実戦演習、そう聞いてるけど。怪しいものだ。それでテロリストの目的は。ごめんなさい、放棄の後すぐにベーカー社長と一緒に捕まってしまったから。そっか、その時牢獄でベーカーから起爆コード解除の鍵を預かってるだろう。ええ、大事にしてるわ。奴らによく奪われなかったもんだ。女は男と違って引き出しをいくつも持ってるの。ベーカー社長と会ったのね。保護したの。いや、彼は死んだ。心臓発作だった。ダーパ局長と同じく。局長も心臓発作で。ああ、彼らには何か持病が。いえ、聞いたことないわ。二人続けてとなれば偶然とは思えん。きっと何かある。そうね、でも心当たりはないわ。そうか、メタルギアの開発者を知っているか。エメリッヒ博士のこと。そうだ、彼は無事なのか。多分北にある核弾頭保存棟の地下2階よ。そこの研究室フロア。地下2階だな。ええ、彼の研究室があるらしいの。そこで核発射のプログラムを強いられてると思うわ。それが終わるまでは生かしておくつもりだな。準備作業が終わるまでに何とかしないと。起爆コードの解除が間に合わなかった時のためにメタルギアの破壊方法を聞いておかなければならない。破壊ってスネーク、あなたあれとやり合うつもり？別に今回が初めてじゃない。博士の監禁されている核弾頭保存棟に行くには、この建物の1階エレベーターの横に北への運搬口がある。そこの扉のセキュリティレベルは5よ。大丈夫、私カード5を持ってるから。わかった、俺はこれから博士の保護に向かう。君は。私も一緒に行くわ。ダメだ、新米はどっかで隠れてろ。新米じゃないわ。口だけではダメだ。敵に向かって一瞬でもためらったら終わりだぞ。二度も幸運は続かない。私、引き金がすぐに引けなかった。訓練ではちゃんとやれたのに、指を引くだけで相手の命が終わってしまうと思うと怖かった。訓練で的を撃つのとはわけが違う。私、軍人になることをずっと夢見てきた。実戦に向けて毎日毎日訓練をしてきた。でもどうだ、もうやめたいか。やめられない、やめるわけにはいかない。人を殺してショックを受けないのは異常者だけだ。罪悪感のない殺人は新たな殺戮を生む。戦場では普段は封印されている残虐性や闘争本能が顔を出す。戦場では戦争という名のもとに罪の意識は緩和される。でもこれは戦争じゃない、テロよ。精神が安定してないのはコンバットハイの反動だ。大量に分泌されたアドレナリンが薄れ始めてるから、結論を急ぐな。コンバットハイなら講習を受けたわ。今は議論はやめよう、生き残ることだけを考えろ。ここから生きて帰れたらゆっくり考えてみる。わかった、言い方を変える、俺の邪魔はするな。食えない男、おじから聞いた通り。ほら言った通りだ、現実に直面すれば幻滅するものだ。そうみたい。わかった、スネーク。おとなしくしてるわ。博士を保護したら合流しよう。それまで鍵を持っていてくれ。ええ、大事にしてる。それと、ここの基地に関しては私の方が詳しいわ。何かわからないことがあったら連絡して。気をつけるんだぞ。運搬口の扉を開けたらコールするわ。スネーク、運搬口の扉のロックを解除しといたわよ。ありがとう。君はどこに。あなたの見えるところよ。あまり派手に動くなよ。大丈夫、こっちは敵兵士の服装でカムフラージュしてるから。君の歩き方を見ればすぐにバレるぞ。どういう意味。いや、いいんだ。聞いて、スネーク、運搬口はエアロックになってるの。赤外線センサーが配置してあるわ。気をつけて、見つかるとガスが噴出する仕掛けになってる。
ガスか。それじゃ核弾頭保存棟で会いましょう。おいメリル待て、おとなしくしてる約束だぞ。気が変わったの。やけになるな、そういう時が一番危険だ。私、自分が本当にこの道を進むべきなのか、戦いの中で答えを探してみる。奴らは殺しのプロだ、死ぬぞ。じゃあ。気をつけてスネーク、そのエアロックには赤外線センサーが仕掛けられているわ。肉眼では見えないでしょうけど、壁から何本も赤外線が出ているのよ。それに触れると扉が閉まって毒ガスが吹き出してくる仕掛けになってるわ。そうなったら命はない。なんとかセンサーを避けて進んで。どうスネーク、レーダーの見方にはもう慣れた？ああだいぶな。しかしよくできたシステムだ。地形だけじゃなく敵の動きまで把握できる。便利でしょ。あなたの行動も全部手に取るように分かるのよ。何でもお見通しか。私をお嫁さんにした旦那さんは浮気できない。24時間空からの監視付きか。地獄だな。安心でしょ。道に迷うことはないもの。スネーク、気をつけろ。そこにはクレイモア地雷がセットされている。地雷探知機を使え。あんた誰だ？ディープスロートとでも名乗っておこう。ディープスロート？ウォーターゲートの内部告発者か？そんなことはどうでもいい。バースト通信ではないな。近くにいるのか？いいか、お前の前方に M1 戦車が待ち伏せしている。お前は誰だ？ファンの一人だよ。大佐、部外者から無線が入ってきた。ああ、こちらでもモニターしていた。通信システムに関してはメイリンが詳しい。彼女に説明してもらおう。確かに部外者でもあなたの無線の周波数を知っていれば連絡は可能なの。でもどこでそれを知ったのかな。回線周波数は極秘なのに。情報が外部に漏れていると。そうとしか。メイリン、奴がどこから通信してきたか分かったか？ごめんなさい、電波が弱すぎて特定することができなかったの。でも近くにいることは確かよ。スネーク、とにかく地雷原を抜けなければ先には進めないぞ。そのまま北に進めば核弾頭保存棟に着くはずだ。エメリッヒ博士もそこに捕まっているはずよ。彼を保護してメタルギアの破壊方法を聞き出してくれ。そのまま北に進めば核弾頭保存棟にたどり着くわ。エメリッヒ博士は地下2階の研究室エリアにいるはずよ。私は一足先に行って待ってるわ。メリル。何？まだ新米は引っ込んでろとでも言うの？いや、君が選んだ道だ。俺は求めない。だが。だが？無茶はしないでくれ。無理するな、じゃなくて無茶するなか。よっぽど信用されてないのね、私。メリル。分かってるわよ。ありがとう。じゃ。ここはレイブンの縄張りだ。アラスカにヘビは似合わん。迷い込んだとしても見逃すわけにはいかん。まずは挨拶からだ。いいぞ、その調子だ。ひざまずくがいい。ヘビよ、大地を這い回るがいい。本番だ。戦車は決して単独では行動しない。実はそれほど脆弱な兵器なんだ。悲観するな、君に勝ち目がないわけではない。ナスター社に意見を聞いてみろ。
M1 戦車の電子装置ベトロニクスは極めて性能が高い。照準を一度ロックオンされたら自動追尾されるぞ。手法は3000m まで有効だ。接近するにはこの電子装置を攪乱するしかない。チャフを使え。電子装置を攪乱して手法の旋回範囲内にまで接近すれば手法は意味をなさなくなる。遠距離ではチャフを使って電子装置を欺く。僕もやってくれたな。ボス、これでいいのか？ミスミスカードをくれてやったようなもんだ。まだ奴は泳がせておけ。奴を甘く見ない方がいい。どうだ、あの男は。確かに、ボスの目に狂いはない。戦場に息吹を吹き込んでくれる、あんたと同じだ。さすがにあんたの。私の気持ちが分かったか。奴は私が仕留める。腕を切られて、逃げ帰ったらしいじゃないか、ユアンの大将。なんとでも言え、シャーマン。アメリカインディアンのスー族のスーは、インディアン語でヘビを意味する。ヘビは、恐れられている生き物だ。私はあいつを愛してしまったようだ。あいつを可愛がってやりたい。まだだ。まだ泳がせておけ。俺は、奴ともう一度戦うことになる。いつもの予言か。そうだ、機体のレイブンが奴を欲しがっている。スネーク、メタルギア開発者のエメリッヒ博士を救出するんだ。彼は核弾頭保存棟の地下2階に軟禁されているはずよ。スネーク、そのフロアでは武器は使うな。ナノマシンを使ってあなたが武器を使えないようにしておいたわ。何？俺を死なせたいのか？忘れたの？そこは廃棄核弾頭の保存庫なのよ。ああ、たくさん箱が積まれてるが、これが全部？そう、廃棄核弾頭だ。置きっぱなしか。ベイカー社長の言った通りだな。ずさんな管理だ。費用や人員は常に限られているからな。メディアに対しては聞こえの良い言葉で体裁を繕っていても、実情はこれだ。そのあたりのことはラスター社が詳しいはずだがな。そこに積まれてる核弾頭、起爆装置は外してあるはずだから爆発はしないと思うけど、弾頭が壊れてプルトニウムが漏れ出したら大変なことになるわ。注意しろ。そのエリアでは武器は絶対に使えない。いいな。すごいわ、スネーク。戦車を倒したのね。何、大したことはない。だが君が訓練でやってた VR シミュレーションには、単独で戦車に立ち向かうなんて設定はなかっただろうな。ええ、もちろん。でも、単独潜入してきた特殊部隊員と協力してテロリストと戦うなんてシミュレーションもなかったわよ。現実では予想もしていないことばかりが起こるものだ。特に戦場ではな。私はもう核弾頭保存棟に潜り込んでる。エメリッヒ博士はまだ無事でいるみたいだけど、この先どうなるかはわからないわ。早く来てね。スネーク、そこが廃棄された核弾頭を保存しているエリアだ。ここにあるのが全て核弾頭なのか？そうだ。だが起爆装置は外してあるはずだ。核爆発で基地ごと吹っ飛ばされる心配はないんだな。ああ、だが弾頭が破損すると中から核物質が漏れ出る可能性がある。火器の使用は絶対に避けろ。核兵器には核分裂物質としてプルトニウムが用いられている。プルトニウムの同位体の出す放射線の多くはアルファ線だ。
電離作用は大きいが、否定が小さいから容器に入っているならば被爆の恐れはない。だがプルトニウムは呼吸や接触によって一旦体内に入ると骨や肝臓、生殖腺に定着して排出されることは半永久的にない。つまり一生被爆し続けることになるんだ。100万分の1グラムが癌を起こすこともある。だから核弾頭からプルトニウムが漏れ出すと大変だ。そのエリアでは絶対に武器を使うな。リモコンミサイルだな。ニキータミサイルとも呼ばれる偵察用の小型ミサイル。発射後、弾頭に搭載した小型 CCD カメラの映像を見ながら自由に飛行方向を制御できる。ただしミサイルの燃料には限りがある。ゲージに注意しろ。主管ボタンを押せばミサイルからモニター映像を見ることもできる。有効に使ってくれ。MSC 博士を救出してメタルギアの情報を聞き出すんだ。博士が捕らえられている研究室は今あなたがいるフロアの北東にあるんじゃなかったかしら。エメリッヒ博士はその階の北東にある研究室に捕らえられているはずよ。博士を閉じ込めておくためにガスが撒かれているわ。でもガスマスクもその階にあったはずよ。それを使ってなんとか切り抜けて。気をつけろ。ガスが充満している。おまけに床には高圧電流が流されている。まず高圧電流のスイッチを破壊するんだ。木製の壁にある配電盤のようなものだ。そこまでいけない。どうしたら。リモコンミサイルを使うんだ。ディープスロート？聞いたことないわね。そうか。なぜあなたを助けようとするのかしら。わからん。罠かもしれんな。だが今は奴の言うことを信じてみるしかないようだ。今はディープスロートという男の言うことを信じてみよう。リモコンミサイルで核弾頭保存棟地下2階北西の配電盤を壊すんだ。ガンカメラにミサイルを撃墜されないように気をつけろ。配電盤の破壊に成功したな。床の高圧電流も消えたはずだ。エメリッヒ博士を救出してメタルギアの情報を聞き出すんだ。博士が捕らえられている研究室は今あなたがいるフロアの北東にあるんじゃなかったかしら。
物で切られたようだ。メリル、ここの死体の山は君の仕業か？まさか。だろうな。一体誰が？さあな。だがそいつはきっとこの先にいる。行って確かめるしかないってわけね。この死体の山は一体皆刃物で切り殺されたようだ。まさか。なんだ？いえ、博士が心配だ。スネーク、先を急いでくれ。ゴースト、さっきの忍者だ。え、なんだって？あのステルス迷彩、やつだ、間違いない。スネーク、エメリヒ博士が危ない。すぐに後を追うんだ。急いで、エメリヒ博士が危ないわ。ステルス迷彩、君は？俺の友はどこだ？何のことだよ。今度は何だ？スネーク。さっきの忍者。待っていたぞ、スネーク。貴様は一体？敵でも味方でもない。そういうくだらない関係を超越した世界から帰ってきた。二人きりで勝負をつけたい。邪魔な奴らは排除した。目的は何だ？ずっと待ち望んでいた。ただお前とのひとときを楽しみたい。何なんだよこいつら。これじゃまるでアニメじゃないか。決着をつけるためにあの世から戻ってきた。恨みか？そんな陳腐な感情ではない。お前との生死をかけた戦い、そこにのみ快楽がある。お前を殺すこと、お前に殺されること、どちらも同じだ。ふん、いいだろう。特等席で見ているがいい。その男は必要だ。手出しはさせん。さあ、俺を感知させてくれ。俺に生きる実感をくれ。フォックスハウンド部隊のことならドクターナオミの方が詳しい。残念だけどフォックスハウンドにそんな隊員はいないわ。現在のフォックスハウンドは6人しかいない。そうだ、それでいい。戦いの基本は格闘だ。武器や装備に頼ってはいけない。サイコマンティス、スナイパーウルフ、バルカンレイヴン、デコイオクトパス、リボルバーオセロット、そしてリキッドスネーク。彼らが率いるゲノム兵は皆次世代特殊部隊の隊員よ。フォックスハウンドは常に少数精鋭。それは今のフォックスハウンドというのか？ええ。スネーク、その男は一体何者なんだ？敵なのか？知りたいのはこっちだ。ナオミは本当に知らないんだな。あなたの方こそ覚えはないのかしら？どういうことだ？いいえ、何でもない。いいぞスネーク、早く俺を捕まえてみせろ。
フォックスハウンドにそんな隊員がいるなんて聞いたことないわ。でもエメリヒ博士を助けるためにはそいつを何とかするしかないみたいね。懐かしいな。この痛みずっと待っていた。その桁外れの運動能力、多分そいつの体は強化骨格だ。強化骨格？義手とか義足みたいなものか。いや、根本的に違う。義手や義足は失われた部分を補うのが目的。だが強化骨格は人間以上の戦闘能力を実現するために人の体を人工物に置き換える戦闘機械ということか。開発が行われているという噂は聞いたことがあったが、あくまでも噂だと思っていた。まさか本当に存在するとはな。思い出さないか、このバトル、この肉のぶつかり合い。ザンジバーランドで死んだはず。なんだ、ナトルの少女。奴はグレイフォックスだ。大佐、間違いない。そんなバカな。奴はザンジバーランドで君に。そう、殺されたはず。でも生きていたのよ。なんだと？私がフォックスハウンドのメディカルスタッフになる前のことよ。ゲノム兵のジンセラピーの実験体にされた兵士がいたらしいわ。初耳だぞ。キャンベルさんが除隊した後の話だから。私の前任者、クラーク博士が担当していたの。クラーク博士？ジンセラピーを導入した張本人よ。そのクラーク博士は2年前研究所の爆発事故で亡くなったそうよ。人体実験といったな。ええ、その実験体にはザンジバーランド陥落の時に回収された元隊員が選ばれたそうよ。それがグレイフォックスか。だがあの時奴は死んだはずでは。無理やり蘇生させられたのよ。強化骨格と麻薬漬けにされて、それから4年間彼は死ぬことすら許されないままおもちゃのようにもてあそばれ続けた。今のゲノム兵はその実験結果から生まれたのよ。むごい話だな。おそらく様々なジンセラピーの初期実験がされたはず。ナオミ、なぜ今まで黙っていた？機密事項だったから。それだけか？ナオミ、その後グレイフォックスはどうなったんだ？事故死と記録にはあったわ。そうか。だがその忍者がグレイフォックスだったとしてもなぜ？あの様子では正常な意識はなくしているようだった。
戦闘意識のみで生きているというのか。あるいは俺との決着をつけるつもりか。いずれにせよ奴はまた現れるはずだ。そしたらまた戦うの？彼を殺すまで。そうだな。奴はそれを望んでいるのかもしれん。いつまで隠れてる？え、君も仲間？仲間？俺に仲間はいない。俺はいつも一人だ。一人？君もオタクかい？さあ、早く出てくるんだ。いつまでもここにはいられない。奴らの制服とは違うね。メタルギアレックスの開発チーフ、ハル・エメリヒ博士だな。僕を知ってるようだね。メリルに聞いた。ああ、助けに来てくれたの。残念だがそうじゃない。先にしなければならないことがある。まあ、いいか。敵じゃなさそうだし。ん？怪我をしたのか？逃げ込んだ時にちょっと足をひねっただけさ。おう、その様子なら心配ないようだな。聞きたいことがある。メタルギアについて知りたい。え？メタルギアかい？そうだ。メタルギアが開発された真の目的は何だ？移動可能な TMD だよ。核ミサイルを撃墜するあくまでもディフェンス用の兵器。嘘だ！今回のメタルギアが単なる格闘サイボーグ光線車ではないことは分かってる。核？一体何のこと？テロリストたちはメタルギアで核攻撃を仕掛けようとしているんだぞ。知らないはずがあるか？彼らは TMD のミサイルモジュールを利用して排気核弾頭を打ち出そうとしてるんじゃ。違う。この基地で行われていた演習は初めからメタルギアによる模擬核弾頭発射が目的だった。奴らはそれをそのまま占拠し利用しているんだ。そんなバカな。お前のボスベイカー社長から直接聞いた。嘘だ。レックスに核が。まさか本当に知らなかったのか。武装は全て別の部署で作られていたんだ。本体への組み込みは社長が直接指揮を取っていた。あの社長が？ああ、武装の内容についても詳しくは知らされていなかった。バルカン砲、レーザー、レールガンユニットがあるということしか。レールガンだって？磁場を使って超高速の弾丸を打ち出す兵器さ。 SDI 構想で一度ポシャった企画だけど、リバモア国立研究所とアームズテック社が共同開発して小型化に成功したんだ。レックスの右肩に装備されている。メタルギアは核発射専用の兵器だ。何か思い当たる節はないか？確かにレックスの背中には8発のミサイルを装填できるミサイルモジュールがある。でもそれが初めから核ミサイルを発射するためのものだったってこと？ああ、だがそれだけとは思えない。メタルギアで通常核を発射する実験ならこれまでに収集データがあるはずだ。まさか、いや、ひょっとしてレックスの共同開発元リバモア研究所では新しい核兵器を作るプロジェクトも行われていたんだ。ロバやニフといったレーザー核融合実験装置とスパコンを使ってね。その仮想実験室でもしも新型核兵器が開発されていたら。仮想データだけでは実戦配備はできない。実際の発射データが必要。これがそのスパコンの一部だよ。これらをつなぐと仮想空間での実験ができる。あくまでも理論上のことだけどね。その理論をより具体化するための演習だったのか。うちの社長、なんてこと。それを奴らが発射しようとしてる。くそ、くそ、僕がバカだったよ。自分の撒いた種だ。実は僕のじいさんはマンハッタン計画に参加していたんだ。じいさんは死ぬまでそのことを悔やんでいた。それに僕の父が生まれたのは1945年8月6日。
広島に原爆が投下された日か。皮肉なことだな。親子三代、僕の家系の DNA には核兵器に苦しめられる運命が書き込まれているのか。科学は人の生活を助けると信じて研究してきた。それが結局僕らは利用されただけだ。科学の平和利用なんてアニメでしか。泣き言はいい、現実を見るんだ。メタルギアはどこだ。この基地のどこにある。レックスは今地下整備基地にある。それはどこだ。通信塔の遥か北さ。だけど道のりは遠いよ。同じところに起爆コードを解除するシステムが。おそらくは地下整備基地の指令室だ。急いだ方がいいよ。最初から発射実験が仕組まれていたとすると弾道プログラムも済んでいるはずだ。この数時間僕が呼ばれていないところを見るともう僕は用なし。つまりは準備完了ってことだ。メリルが起爆コード解除の鍵を持っている。彼女と合流しよう。解除がダメなら破壊するしかないね。僕が案内するよ。その足でか。邪魔なだけだ。レックスを破壊するには僕が必要だよ。必要なのはお前じゃない。お前の知識だけだ。レックスは僕が作った。僕には破壊する義務がある、権利がある。頃合いを見計らってここから脱出してくれ。安全を確保してから無線で連絡をする。この孤島からどうやって逃げろって言うんだい。わかった。それじゃどこかに隠れて情報だけでいい。この施設には詳しいだろう。そう来なくっちゃ。心配しなくてもいいよ。この新兵器がある。さっきの忍者と同じステルス技術だ。ボックスハウンドに支給される予定だったんだけどね。これさえあれば足を怪我してたって大丈夫さ。わかった。メリルに護衛させよう。